竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長とはいろいろ因縁のある匠組ですが、竹中組と匠組は特に仲が悪いということなかったんですか？竹中武志組長になってから仲悪かったん違うかな。まあさんも二人ともごっつい匠勝組長のことは気を取ったな。ちょっと見下されたような感じですか？そうやな、見下したような感じで、武志組長も勝さんも匠は和歌山のクラブで防衛しとったんやとかな、そんなことばっかり言うとった。あ、そうですか。会長も防衛されてましたもんね。私もしとったよ、ワテもしとったしな。だから職業的に見下げたらあかんわな。そうですよね。竹中正久親分は匠勝組長のことを小型の小田秀だとも言われてたとか聞いたことあるんですけれども、このあたりどうですか？そんなこと言うわけないやんか。あ、そうなんですか。自分が気に入って頭王様でしとんのにな、それ言うたんは竹中武志組長よ。あ、そうですか。じゃあ武志組長が言われた言葉が勝手に一人歩きしてるっていうような感じですか？そうやろな。そうなんですか。竹中正久親分いう人は自分の若い人をそんな風に絶対言わへん。仮にそうやってもな。竹中正久親分の若い者との接し方ってどうなんですか？人によって違うわな。若い人にもいろんなタイプがおるからな。まあ大体私みたいに突破な人間が好きやったな。会長は母子家庭でしたよね。そうやで。竹中正久親分とは親子の杯交わされてたんですよね。そりゃそうやな。会長は竹中正久親分のことは敬愛されてましたが、仮に母親を取るか親分を取るかと聞かれたらどうされてました？私は親分取るよ。竹中正久親分が4代目を継承された後、 NHK のインタビューに答えられていたのを未だに YouTube でも見ることができますよね。そうやな、親分らしいインタビューやったわな。そうですね。もうあんな感じですか？いや、あれはちょっと親分自体緊張しとった。あ、そうですか。あの中で、まあ、最近私知ったんですけれども、仮に国から言われたら組は解散する、しかし解散して行き場を失った組員らの面倒を見てくれるならというようなことをお話しされてましたよね。実際聞いとってもその通りやなと思うわな。ああ、そうですよね。何千人もの組員らの面倒って見れるわけないですもんね。そやからああいう大台になったやと思うで。田岡和夫組長も3代目は継承したが、山口組は自分が作ったものではなく、そう簡単に解散など決められるものではないとおっしゃってましたよね。それはあの折は頂上作戦があって、他の組は一旦解散しとうわな。山口組だけ違うか。ああ、そうですか。解散してないんな。組員の中にも地道幸男、当時の頭を筆頭に山口組解散論を唱える者がよくおったらしいで。そうですか。そやから竹中正久親分と細田俊明組長が地道を言わす言うて、そういう話もあったんやろ。でも竹中正久親分といえば不繊細ですごく頭良かったとか。大体ヤクザの親分いたらそんなもんよ。つぶとい感じで言うたら神田重政組長なんかそういう感じやけど、そやけどよう考えとった。あ、そうですか。神田組長もな、字もものすごく綺麗で、どちらかといえば女性が書くような字書かれてませんでした？そうやな、やはり親分も懲役要件一等から中で字の勉強もしたと思うで。ああ、そうですよね。竹中組本部で行われた早朝賭博の時も一足早く機転を利かしたとか。パクられた時に日にちだけは言わんとってくれと。日にちが特定できな博打成立せえへんからな。ああ、そうか。それでみなあれ無罪になったんよ。そやけど山本健一組長なんかは認めて罰金払ってもとったから、それはしゃあないやろけどな。ああ、そうなんです。博打といえば大阪市内の市営住宅で高齢者の方複数名現行犯で逮捕されてましたよね。再本引き賭博やな。94歳のおばあちゃんもおったみたいな。今時の94歳言ったら元気やいうことやな。そうです。この市営住宅に住んでいる79歳のおじいさんが寺師で、同居している88歳のおばあさんが坊やだったとか。そ
そうやな。83歳のおばあちゃんが同志やったんやろ。こういう人らは特殊詐欺には引っかからんタイプやな。そうですよね、うん、かけられていた金額1000円から1万円ってこれって安いんですか高いんですか。相場やろな。そうですか、うん、と思うよ、うん、そりゃヤクザ博打と違うんやからな、うん、素人の博打やからこんなもんや思う。麻雀も大体同じようなもんやろ。そうなんですか。でも昔から麻雀ってボケ防止にいいと言われてますよね。昔からじゃないやろけどボケ防止にええ言われとうな。でもこれって密告だったんですかね。そうやろ思うで。そうやねんと分かるわけないやが、今回のこの逮捕捜査4課なんですけれども、お金が暴力団に流れているということですか。そうやろな。やはりどっかで暴力団が絡んどういうようなことで逮捕しに行ったやろ思うで。博打なんかそれでもパクったで手間ばっかりで点数上がらへんって私の知り合いの警察官言おったけどな、うん、でもサイフォン引き賭博ってある意味日本の無形文化財じゃないんですかね。そうやけどやっぱり日本の国は博打禁止やからな、うん、みんなされてるでしょうこれぐらい。そりゃしようもはしようやるけど、そやけどサイフォン引きとかこういう博打いうのは今しようやんと思うで。あしても麻雀やと思う、うん、見た目は至って普通のおじいさんおばあさんだったとか、私個人の見解としてはこれぐらいパワフルであってほしいと思うんですけれども、どんなもんですかね。そら昔おじいちゃんもおばあちゃんもやんちゃしとったんやろな、うん、博打好きやったん違うか、うん、会長は博打されませんよね。博打はせえへん。賭け事は好きじゃない、うん、見た目と違ってコツコツタイプなんですね。いや地味なタイプやな。私は見栄えは派手に見えるけど生活も至って地味な方やな。あそうですか、うん、そりゃ現役時代は見栄も張らなあかんから、うん、パーッと景気用に行きよったよ、うん、そやけど堅気になってな、うん、そういうことしよったら周りの目もあるしな。今の方が楽ですか。そりゃ楽よ。何よりも命がかからんでええやん。そうですよね。懲役もいかんでええしな。前にも聞いたことあるんですけれども、生まれ変わるとしたらやはり公務員がいいですか。そりゃ公務員よ。なんやかんや言うてもな。そやけど私はもう生まれ変わりはいらん。あそうですか、うん、もうこのまますっと人の心に残っていくような死に方したいわな。人は一代縄松代ですか。そうやな。体にも人は一代縄松代と入れとうけど、やはり男の生きざまいたらそんなんよ、うん、人生一回こっきり、それの方がすっきりして。そうですね。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。